ノーマン寺の素鉄ノーマンデラの素鉄は、静岡県灰原郡吉田町のノーマン寺境内にある、素鉄である。ノーマン寺の素鉄大阪の妙国寺の素鉄、静岡市清水区の龍下寺の素鉄と共に、日本の素鉄の三名記と呼ばれており、1924年、国の天然記念物に指定された。1000年頃、御名史として、有名な安倍の生命が、ノーマン寺に植えたと伝えられている。 ノーマンジの祖鉄には次のような二つの言い伝えがある。安倍の生命が大井川を流れてきたオロチを見つけ、これを葬り、その上に祖鉄を植えた。すると、祖鉄は、オロチの生を受けて大きくオロチのような姿になった。そこで、生命は、人々に害を与えないように、オロチの生を封じたと言われている。寸布城にいた徳川家康がある時、ノーマンジを訪れ、 ソテツの見事さに驚いて、どうしてもソテツを欲しくなった。家康の頼みに、住職も仕方なく、ソテツを掘り起こし、船に乗せて、駿府城へと運び込んだ。すると数日後の夜から、毎夜、城の庭で人の泣く声がする。調べてみると、ノーマン寺へ帰りたい。ノーマン寺へ帰りたい。と、ソテツが泣いていることが分かった。家康は、 かわいそうなことをしてしまったと思い、仕方なく、また祖鉄をノーマンジへ送り返したという、静岡県灰原府に吉田町片岡、ありがとうございます。